詰まるというか、特に12フレット付近でね、今いいんですけど、すごくね、12フレット付近で音にね、なんとも言えないこうノイズとも違うようなね、曇った音になっちゃったんですよ。で、友人に相談しましたところ、もうナットがダメなんじゃないと、ナット、この部分ですね、全特化なんじゃないっていうふうに言われたんですが、ESP さんに相談しましたところ、ナットの交換は必要ないと、まだそこまで掘れちゃってないんでね。で、微調整、弦とね、ナットが接触するところの角度の調整をしてもらいました。でね、結果的にね、すごくチューニングも安定しましたし、音のね、曇りがなくなりました。さすが ESP ですね。で、まあこれからね、もっと引き込んでいくうちに、まあ、いずれかはね、ナットの交換必要になると思うんですけど、今の時点ではね、細かいこういうね、歯間ブラシみたいなヤスリを使ってこう、角度の調整をするわけですよ。まあ、弦とね、こうナットがこう触る部分多すぎちゃうと、やっぱりそこ音は詰まっちゃうわけですよ。かといって鋭角すぎると、すぐにね、そこがなまっちゃうんで、その頃合いが難しいんですが、僕はプレイヤーなんでね、その辺アバウトでこんなもんだろうって感じで弾いちゃうんですけど、さすがね、リペアマンはすごいですね。びっくりするぐらい、いい音に仕上げてくれました。本当にありがとうございます。明日かな、明日、ここのね、ペグの部分がね、今3弦だけ5等製なんですが、残りもね、全部5等製に交換することにしました。どうもね、やっぱり、3弦がね、これやっぱり音はいいでしょう。で、やっぱり2弦はちょっと濁るんですよね。3弦は濁らない、これやっぱペグかなということで、1弦から6弦まではね、全部5等製のペグに交換します。交換が終わったらね、またご紹介したいと思います。本日ご紹介したのはね、とっても気に入ってます。ESP 製と思われる ESP 製ですの、ゴールドトップのレスポールでした。とってもね、いいコンディションになってきてます。これからもね、どんどん弾いていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。